三条や、後の佐賀家は、藤原北家官員家人流三条家所流の区家家族。区家としての価格は、大臣家。家族として価格は、公爵家。左大臣三条十房の三男公子を活走とする。十房の長男工房が継承した、着流三条家と区別するために、公子流を大木町三条と呼ぶようになったものだが、この仮名が定着するのは七代。 こう豊かの頃だと考えられている。大木町は、邸宅が大木町東道院に面していたことに由来する。なお、過疎の講師は、この大木町山上の他にも、佐賀や成功を名乗ることもあった。このことを先例として、明治時代になると入るとこの漢字5文字の長い仮名が、四弁性に劣ることを痛感した28代サメナルは、以後その仮名を佐賀家と改めている。 仮名は、母大寺である二尊院が佐賀に所在することに由来する。五代、金姫の孫に、須高天皇と五光金天皇がおり、須高天皇は、京の皇室及び、旧皇族に、二十五代ジッ及び二十六代、正則の来孫に、大正天皇がおり、こちらは、京の皇室にのみつながる系譜であるなど、大木町三条家は、歴代の皇室と深い関わりを持つ。 家業は、鹿の大事、夕食古日。この家家のカレー。江戸時代の家録は二百国、内々。一新後はじめ、白尺、後に公尺。佐賀家は文家の三条西家と共に、大元の本家筋にあたる三条家の男結血統が、途絶えた際には養子を排出する重要な役割を果たした。当初は、聖二位見大名語を、極意極官としていたが、五代。 金秀の時にその娘秀子が、黄金天皇の皇宮に入り、須公、後五黄金天皇の聖母となったことから、内大臣に至る。その史実次、孫の郝豊も内大臣に上り、ここに、大臣家の価格が定まった。なお、金秀の、郝秀で君きとその父耳の、実味狂気は、鎌倉時代末から、南北朝時代にかけての日記である。郝ゆの弟君とは、 三条に死刑を起こす。高豊かの宗孫耳陰は妹陰子が、将軍、足利義則の性質に入った縁から、その寵愛を受けて、県政を振るうが、その心身は、応仁の乱に際して、将軍家の命に応じず、足利義美に加担したために改巻された。従って家徳は、耳陰の弟金綱へ移り、その有志実況がこれを継いだ。実況が、 文明十三年二十五歳で没した後、その父子を見が、県大納言に認じられて、着家に服するも、間もなく、幸福寺から、奉仕処分をこむっている。その孫小兄は、永昇八年将軍足利議員が丹波へ退去した際、これに随行しなかったことで将軍の不況を買い、一家断絶の瀬戸際に立った。初流の山上西寂高が、着家の気球を救うため、 将軍の信頼やついあの秀綱を介して、斜面を願い出ている。なお、実持ち、実服は、家領の駿河国稲葉里に下校したことがあり、実持ちは在国のまま没した。近世には、サネヒ彦を除いて竹からの養子相続はなく、不死相称によって、明治維新を迎えている。ただ、比較的若くして没した者が多いためか、大臣に登ることはなかった。 県大納言に達したのも、実、孔光る、光積もる、サネナルの四代に止まる。中でも、功績は竹内式部から、スイカ神道を学んでいたため、法暦事件に連座して、悲免、栄知挙の処分をこむった。幕末期のサネナルは、偽装や国事御用係を務め、尊王上位派から敵視されて一時失脚したが、明治新政府の樹立に功績を挙げて、 養殖を歴任する。明治3年12月、サネナルは加盟を佐賀へ解消。その古行勝ちは1884年白爵を授けられたが、1888年父、サネナルの勲行によって特に公爵に昇爵された。30代身勝ちの長女広氏は、満州国皇帝で、新朝最後の皇帝でもあった、愛新架羅不義の皇帝、不欠の妻となる。 三条光子三条三影三条甲岩三条耳三条、金比で三条三次、大木町三条高豊か大木町三条実る豊大木町三条君正大木町三条実正、大木町三条光寺大木町三条、実る望む大木町三条高和に、大木町三条実る福、大木町三条光中大木町三条実、大木町三条高高。 1619年。1648年。大町三条佐根明大町三条。高齢大町三条佐根尚大町三条高等。大町三条佐根彦大町三条君森。大町三条実ノルド。大町三条正則大町三条佐根吉。大町三条高圧。大町三条佐なる佐賀高章。佐賀三章。佐賀高本。 佐賀実情三条三次の弟である、純大臣三条実音の系統。三条実音三条、高圧死三条金より三条耳の兄である、飛惨義三条三中の系統。三条三中三条公明三条実地、大木町三条や園地実況の子。重野伊子清の次男。国立歴史民族博物館の、急行給料取調べ帳データベースより算出した。 幕末期の佐賀け量は以下の通り。ありがとうございます。